サッカー J2、 ホスト対戦した東京ヴェルディにいきなりのアクシデントです。試合開始わずか9秒でした。このラフプレーで菅原が一発退場、なんと開始9秒の J リーグ最速となる退場劇です。しかしこの大ピンチを救ったのは選手会長の柴崎康生でした。パスを受けると右足ズドン、先制ゴールを挙げると、さらに後半その柴崎のクロスにルーキー林、プロ初ゴール。柴崎の活躍で10人のヴェルディ快勝です。